こんにちは、Jカムです。今回は梅雨対策として Amazon プライムデーで購入した壁掛けサーキュレーターを紹介したいと思います。梅雨の時期に入ってジメジメしてきましたよね。皆さんどのように解消していますか？お風呂場や洗面所の換気をしたいなと思ってこの製品を購入しました。かなり良かったので皆さんも検討してみてはいかがでしょうか。それでは行ってみましょう。6月21日から22日にあった Amazon のプライムデー、今年はあまり私の興味が湧くような商品はなく全部で9点購入しました。今回は壁掛けサーキュレーターを紹介したいと思います。そもそも皆さんサーキュレーターって何か知ってますか？扇風機は人の体に風を当てて涼しくします。サーキュレーターとは空気の循環が目的です。サーキュレーターは羽が小さく直線的で強い風を出せます。サーキュレーターを購入した理由は5点あります。まずはお風呂場の湿度、湿気を何とかしたいと思ったからなんですよね。最近徐々に湿気ひどくなってきましたよね。そして壁掛けタイプにすることで部屋中の空気を循環させたいと思いました。お風呂場って雨が降った時に洗濯物を干すので空気の循環は大切です。今回の製品は小型コンパクトで360度自動首振りをしても天井や壁に干渉することがないと思って購入しました。 Amazon プライムデーなのに300円しか安くならなかったのが残念です。私の在宅勤務環境はもともと寝室のウォークインクローゼットです。ウォークインクローゼットには窓が1個しかなく防音もされているので夏場はすぐに暑くなります。寝室のクーラーの風をウォークインクローゼット内に送り込むために扇風機を去年取り付けました。いざ扇風機を取り付けてみるとかなり在宅勤務環境が快適になり、正直これがない環境はもう考えられません。しかもウォークインクローゼット内には妻と私の洋服があるのですが、空気が循環されて扇風機の風が窓に向かって流れるので洋服にとってもかなりいい環境になりました。このような背景がありお風呂場にサーキュレーターを置くことにしました。早速ですね、この壁掛け扇風機を洗面台に取り付けていきたいと思います。この洗面台の空間の空気を循環させていきたいと思ってます。最初ここにつけようかと思ってましたが、この扇風機が360度回転するので場所を変更することにしました。ちょうどこの上も空いているので洗面所全体の空気が循環するようにここに置くことにしました。取り付け完了しました。こんな形で引っ掛ける形式になっているので今から取り付けたいと思います。こんな感じですね。取り付け完了です。それでは行ってみたいと思います、いいな。これの特徴の360度回転をしていきたいと思います。ああ、なるほど。上に当たって風がいろんな方向に行きますね。
あ、これいいかも。あ、かなり洗面台の空間が、空気の循環がすごいですね。あ、なるほど。右回転、左回転、360度回転するみたいな感じですね。あ、これいいな。あ、これは洗面台にすごくいいと思います。その上でこんな感じで向きも変えれるんですね。うちの洗面所の感じだと多分この角度が一番いいと思います。うちの洗面所だとこれぐらいの角度の方が風が循環していいと思いました。風を弱めて、まあモードはいくつか。皆さんもこんな形で洗面所にこの360度壁掛け扇風機はどうでしょう。私はフォレスターの動画や在宅勤務環境の動画、ガジェット動画やキャンプの動画を作っています。気に入ってくれたらチャンネル登録をよろしくお願いします。